どこでも今から首都高に乗って、茨城だったら1時間。千葉でも30分で行けるね。うん、さあ、どこ行こうか。どこ行こうか。だから、その枠っていうのが連絡先わかんないから、俺のとこに上がってもらえない？さあ、上がってもらおうか。もう全部仕事終わったんでね。うん。おい、松浦。どこにいんだ、お前。松浦、俺わかんねえんだよ、ほんとに。ない。俺の中にはないね。全くないね。どうすんの？どうする？あ、母さんありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様ありがとうございます。どうしましょうかね。うん。てか、連絡してこいよな。てかね、わかんないんだよ、俺。ほんと、連絡先が。誰かわかる人います？事前に連絡取り付けておくのは基本でしょ。知らねえんだもん。そんなしょうがねえじゃん。知らねえんだもん。ただ今、ようやく体が空きましたよっていうこと。全部弁護士も終わりまして、明日も、その件で動きますけど。うん。さあ、どうする？出ないぞ。出ないぞ。今、電話中です。出ないですね。ようやくね、時間空いたんで、すいませんけど。うん、今から向かいましょう。ちゃんと、全部、オープンフィンガーも、16オンスも、10オンスも、12オンスも積んでます。え、なんで出ない？どうしようか、これ。ようやく終わったのに仕事。全部。あ、西山の件は全部依頼してますよ。もう弁護士依頼してますよ。で、誰か上がってくる？どうしようかね。どうしようか、これ。ナイトにちょっと電話してみようか。ごめんごめん、ナイト。いやいやいや。どうすりゃいい、これ。俺もう動ける、今、動けるんだけど。必殺技があるんですよ。え？必殺技を実は今、送ろうとして送ってたのよ。何必殺技だって。ちょっと待って。うん、俺も。タイピングしてたのよ、ちょうど。もう、そんなに知りたいんだったらね。うん。ちょっと待って。がっつり動けるんだよ、もう。これ、裏技ですけど、はい。送ったんで、うん。これ結構知ってる人いないと思うよ。ああ、これに連絡するとどうなの？連絡してくれって言ってほしいって言うんですよ。ああ、了解了解。ちょっとやってみるわ。やってみて。うん、ありがとね。はい。はい、すいません。はい。あ。ダメだな。この人、知らない番号、着拒するな。いや、参ったね。さあ、どうしますか、皆さん。あ、シューさん、ありがとうございます。気をつけて、茂みに隠れてるかもよ。電話出りゃいいんだよ。電話出りゃいいし、上がりゃいいんだよ。だから待ち合わせして、ね、マススパー軽くやろうよ。マススパーでいいから、マススパーでやろうよ。せっかく東京来てんだから、マススパーしましょう。軽く軽く。